ベルワンをして丸を選択？ほうきの天才じゃない。ん、あ、お前か。こいつって最初ペコちゃんの顧問のやつ？後ろからチェスでさ、チェスで言ってたやつだっけ？必ず挨拶しなさい。私ならその手は打たない。お、チェスやってんじゃん。イメルだ。こんにちは。あんたは顧問2にするか考えるわ。頭が良さそうね。あそこに動かせばいいのに。あ、こういうやついるわ。見なよ。後ろからブイ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 。忠告はしたから。うわ、ペコラもこのチェスやりたい。そうだね。頭が良さそうね、あなた。ああ、あんた昨日の夜フィグ先生と一緒に飛び込んできたスリザリンの新入生ね。はい、よろしくお願いします。初日から見事な作戦ね。学校全員の注目をかっさらっちゃった。ちょっと嫌味言うじゃない。私はイメルだ。あんたやフィグ先生と一緒にいたらドラゴンを追い払ってやったのに。強いんだ。私、ほうきの腕なら自信あるの。なんかあなた意外といいわね。じゃあね、イメルだ。会えてよかったわ。多分もう二度と話さんタイプやな。おい、イメルだ、久しぶり。イメルだ。初回ぶりじゃねえか。あいつが未だにほうきをアップするんですよ。この顔なんだよ、みんなこの顔じゃ。手伝ってあげようとしたのよ。いや、イメルだ。でも私の飛び方にあれこれ文句をつけてきたから頭にきちゃって。そうだ、ほうきの話してたね。なんか飛びたいとかさ、時間を作って飛ぶわみたいな言ってたじゃん。まだ飛び始めてわかるよね。訓練でクロプトンと技術を見せびらかしたんだった何それ、嫉妬してる？私の技術に嫉妬してるんだね。バチバチです、イメルダのペコちゃん。私が？あんたなんかに？はい。あの授業が初心者と問題児とどんくさい猿向けだってことはみんな知ってる。お前のこと誰が好きなの？みんなあんたのライバル。それペコちゃんにもブーベランになりそうだけど。お前のこと誰が好きなの？最近はこんなのがスリザリンなの？あのボロ帽子、基準を下げてるみたいね。おしゃべりはもういい。どっちが上か確かめる方法は一つよ。この女の口塗ってやるわ、みんな見とけ。上位タイム保持者よ。はいはい。あんたに勝てる。勝てますよ。スリザリンよ。勝てますよ。まずどういうコースかだけ聞いとくか。このコースのこと教えてくれる？ねえ、困ってるの？5年生。いいわ。うめぇ、この頭一丁だけ伸びてるから。これでな、ワンパンでお前の顔をくしゃりと言ってるわ。じゃあ、お前は人気でなさそうだけど。受けて立つか。どっちがスリザリン生としての孤高なる生徒なのか、どちらが上か、イメルだ。受けて立つ、うん、喜んで記録を破ってあげる。あんたが悔しがるとこ早く見たい。あんたが悔しがるとこ早く見たい。この女、見とけよ。おら、みんなガチ集中いくよ。ガチ集中。なるほどね。あ、なるほど、そういう。いや、シャボン玉を触れば早い。イメルだ、やめろ。イメルだ。お前主人公を立てるってこと知らねえのか、この女マジで。よし、聞いた。少しは、イメルだ。あいつにムカつく顔
もう一度だよ。やっぱり私がチャンピオンね。まあもうミスんなければいけたね、多分あれね。あんまり左右押さなくていいのかもしれない。上下だけでいいかもね。慣れるまで少しかかりそう。よし、ペナルティ入らないように。成功。きた。何やってんの。いける。やっぱりこうじゃなきゃ。私は孤高なるスリザリン生、何でもできて当たり前。よし、イメルダの顔をぐちゃぐちゃにするために生まれてきた。結構簡単。はい、イメルダちゃん、イメルダちゃん、ちゃちゃちゃんちゃん。あれ、悔しいやろな、悔しいやろな。そんな、きっとズルしたのね。いいわ、あんたの勝ちよ。でもこれで決まったわけじゃない。本気でしか取り柄がないメルダちゃん。ペコちゃんが一発でやって負けちゃって。一回でも勝ちは勝ちだよ。確かに下手じゃない。でも一目置かれたいなら実力を証明してもらわないとね。さっき証明したよ。今さら一目置かれても、これにしよう。今さら一目置かれてもね。イラっとくるやろ、イメルダ。お前これ、あんたもみんなも繊細すぎ。とにかく私は次のコースに行くわ。まずこのコースでペコちゃんの記録上書きしたろ。ここよりもっと手強いわよ。アルビーウィークスのお使いついでに勝ちをさらってくなんてまぐれよ。次で化けの皮を剥がしてあげる。悔しいねー、悔しいねー。アブタタカエルムジャペンだ。最後にアバタケタブラ使ってやったわ、あいつにムカついたから。